ジョン・ラファイル・スミスは、イギリスの画家、版画家、版画出版社である。ダービー生まれの風景画家、トーマス・スミスの息子に生まれた。ミドルネームは偉大な画家にちなんでいる。兄のトーマス・コレッジョ・スミスも画家になった。出版の商売をするために1767年に、ロンドンに出た。収入を補うために、ミニチュア画も描いた。1868年に結婚した。 版画の仕事を始め、アメリカの肖像画家、ヘンリー・ベンブリッジの原画による、パスカル・パオリのメゾチント版画で成功し、多くの画家の原画をもとに、メゾチント版画で出版した。例えば有名なイギリスの肖像画家、ジョシュア・レノルズなどの人々の作品を版画作品にして、出版した。出版物の挿絵なども制作した。他の画家の原画による、版画制作で成功した後、 自らパステルや油絵の肖像画を描くようになった。三度結婚し、子供にはパステル画家、ミニチュア画家となったエンマ・スミス。あとに、アメリカ合衆国へ移住した画家、版画制作者のジョン・ルーベンス・スミスがいる。ありがとうございます。